はい、こんにちは。そこチューバーの八野誠でございます。今日もそこ犬の情報をお伝えしていきます。まずはですね、こちら紹介報酬が、ね、200万から50万に減りましたということでね、アナウンスされてますので共有します。バイキングビレッジのアップデート、友達を招待した時の報酬が変更されました。招待した友達1人につき以前の200万そこではなく50万そこが受け取れるようになりましたと、ね、いうことですと。あとね、トーナメント中のランダム報酬ということで、今ね10月10日までトーナメント行われてますけれども、トーナメント期間中メインビレッジチャットに新機能が追加されました。いつでもランダム報酬を配布できます。メインビレッジでそこトークンの小切手が手に入るようになりました。予期せず手に入るためゲームがさらにエキサイティングになりますということですね。はい、まずこちらの上の方ですね、友達を紹介した時の報酬ということで、ね、以前ね、紹介した人もされた側もね、そこ犬に登録すると200万トークンもらえたんですけれども、それが50万に減りましたとね、いうことになります。これがですね、もうかなりですね、そこ犬の無料配布もう先日ね 60% くらいもう配布済みということで、まあそれも先日っていつの時点かわからないんですけれども、もう結構ねかなり配りまくってるので、もう無料分のねトークンがかなりなくなってきていますということで、報酬もですねどんどん減らされていますね。後でお伝えしますけれども、 NFT 購入した人にね、購入特典として以前は5億ドルそこをもらえたんですけども、今回はね4億ドルそこということでね、ちょっとやっぱり少なくなっていたり、あと今回もねこの友達紹介の報酬も200万が50万とね、もともと10万だったのがね、もっとこう友達増やしてほしいということで200万に上げられたにもかかわらず、やっぱりねどんどんもう配るそこトークンがねだんだんなくなってきているので、もう結構ね減らされてますということなので、そこ犬まだねやってないという方で、本当にね多分今月来月くらいでもう無料配布終わるんじゃないかっていう勢いでかなり配りまくってますので、ぜひですね今のうちに登録しておいていただければと思います。はい、あともう一つですね、ランダム報酬って言ったのがこちらになりますね。イングリッシュビレッジ、ね、アメリカのチャットの方で、まあ、今レイドのトーナメント行われているんですけども、それがですね、まあ、1時間2時間に1回くらいのペースでこの、ね、ボーナスフォアアクティブビレッジということで、こちらが出てきた時にこのアクティベートっていうところを押すとランダムで報酬がもらえますと、だいたいね100万から10万の間ですかね。はい、でもう本当にランダムにねその時によって報酬額違うんですけれども、そういうのが今配られてますので、ぜひね、はい、トーナメントを参加しているついでにこういうのが現れたらすかさずねこのアクティブを押して報酬ゲットしていただければと思います。はい、そして NFT の販売&オークションですね、今週行われてますけれども、今週ですね毎日10個ずつの NFT、 個々がオークション、個々が定価販売ということで、全部で100個の NFT ね発売されたんですけれども、まあ、こちらが今出てるのがオークションですね。で下の方にずっと行くと、この75トンで売ってるのが、まあ、定価の NFT になりますけれどもね、定価のやつ全部で50個発売されて、今残ってるのがもう10個しかないということで、40個はね皆さん75トンもしくは150トン支払って定価で購入されちゃいましたということなので、もうかなりね人気が出ているっていうか、みんなもう NFT ずっとねやっぱり待っていたっていうのもあって、欲しいものがあればもうねすかさずね定価だろうが何だろうが購入すると。でオークションは、本日ですね9月22日の、大体16時くらいですかね、今ねこの動画撮ってるのが、6時半くらいなんですけれども、ね、で6時半であと13時間ということなので、まあ、19時とか16時とかですかね、はい、11アワーズとかなってるので、これだとね、はい、大体17時18時くらいですかね、17時18時くらいなので、詳しくはね皆さんこう欲しい NFT があればちゃんとね残り時間チェックしていただいてね、購入漏れしないようにねお願いしますと。今一応ですね、オークションも全部で、50個出てたのかな、はい、が
もうかなりですね、結構この辺30トンとかでね、これなんか同じ人が30トンでたくさんのね NFT 入札しているので、多分30トンで買えるんだったら安いやと思って全部30でダーって入れたんですね。はい、でそれ以上に上がってるやつも、はい、結構ありますのでね、オークションでもだいたい60とか67ですかね、一番高いので、はい、なので、まあ、多分最終的に50とかいくんですかね、まあ、物にもよると思うんですけども、この辺の人気のあるやつはね、下手したら75を超えるかもしれないので、ね、定価を超えるかもしれないので、まあ、それくらいかなりね、今皆さん買いに走ってますと。日本のコミュニティ見ても結構ね、あのアイコンをみんな購入した NFT に変えてる人がかなりねたくさん出てきたのでね、結構昔はこうバイキング少なくて、この NFT にしてる人少なくて目立ってたんですけども、最近は NFT の方が多くてね、はい、そんな感じでかなり皆さんあの購入始めてますし、もう定価販売のやつなんてね、本当にあと10個しか残ってないと。だからオークションも多分今日の夕方ですね、皆さんもうかなり白熱してね、どんどん価格も上がっていくんじゃないかと思いますので、まあ、オークションでね買おうと思っている人は買い漏らさないように、はいね、頑張って入札してみていただけたらと思います。はい、そしてもう一つですね、来週イベントがありますということで、第1回底犬日本コミュニティレイド争奪クイズ&女子会イベントということですね。はい、9月29日の21時から、はい、イベントやりますので、まあね、ちょっとどんな感じになるかわかんないんですけれども、はい、まあこのイベント参加するとまたね、底トークンもらえるということなので、結構やっぱりね、そこいぬイベントで報酬かなり配りまくってるので、まあ、こういうイベントはね、逃さずしっかりねイベントでの報酬ゲットしていただければと思います。はい、こんな感じでね、はい、来週の29日21時からですね、ぜひやっていただければと思います。はい、じゃあね、最後、そこ犬の登録方法ですけれども、こちらの QR コード読んでいただいて、で、テレグラム立ち上がりますので、このスタートというところを押していただいて、で、まずね、言語、ね、日本語を選んでください。はい。で、その次にですね、今度はロボットでないことの確認ということで、ここにね、なんかフルーツ出ますので、私は洋梨出たんで洋梨ですけれども、まあ、さくらんぼが出たらさくらんぼを押していただいて、はい。で、そうしますとね、この3つのね、タスクをこなしてくださいと。で、まずね、チャンネルに登録するというところですね。こちら登録していただくと、はい、ね。はい、ここスタート、ログイン押していただいて、ジョインですね、押していただいて、はい。で、登録したらまた抜けていただいて、次にね、チャットを購読するというところを押してください。はい。そうすると、ここが、あの、英語村、ね、英語のチャット、テレグラムチャットルームになりますので、今あのレイドの大会を行われているのはこの英語のチャットになりますので、ここでね、トーナメント参加したり、あとね、あの配られている1時間2時間に1回配られている報酬ですね、ここでゲットしてください。はい、ね、でまた戻りまして、で最後ですね、定期購入の確認というところで、ここで母国語のチャットに入れますので、日本語を選んでいただいて、はい、そうすると日本語のチャット入れますので、でこの日本語のチャットの中で9月29日のね、女子会&クイズ大会行われますので、こちらの方で参加していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。